ター松井和夫から始まります。宇津島さん、やはり来一昨年はパリーグの MVP、 そしてパワーも増してきている松井和夫です。そして3年連続の盗塁王。東尾監督映りましたが、先ほどのインタビューの中では、まあ、ぎっくり腰、腰を痛めて出遅れていた松井和夫がこの1週間でどこまで形を作ってくるのか、そのあたりもポイントだというふうに話しています。怪我というものは出てくるかと思うんですが、はい、そこをいかに直しながら、まあ、無事これ名馬じゃないですけれども、はい、これもプロ野球界の中で超一流になっ、この 1,2 番コンビ、ライオンズの優勝にダイヤモンドをかき回してほしいところです。ワンアウトランナー、そうなんですよね、はい、去年とバッター効果があるんですか。本人はどう考えているかちょっと分からないんですけどね、レフト前に落ちるか、レフト取りました。やっぱり今年はですよね、巨人も排水の陣かもしれませんけど、セーブにしても排水の陣ですよね。本当そうですね、東尾ライオンズも三塁ベースコーチには鈴木康智コーチが入っています、はい、ピッチングコーチにはバッティングコーチには鈴木春彦コーチ、はい、2軍から上に上がってきました、はい、東尾監督が手綱を締めていくのか、それとやっぱり楠木の役割でしょうね。楠木ヘッドの役割が大きくなってくるだろうと、監督が言わないこと言えないことをヘッドがいかに言っていくのか、やっぱりあの監督のかね、はい、三遊間速い球足レフトに抜けていきます。メジャー期なんです。どうなんですかね、なんか両方アブジージェファーソンが32歳です。1m90cm、 そして100kg、 東尾監督が曰くメジャーでの実績、そして迫力は十分です、あとはいかにこの日本の野球で結果を残していくのか。